今日は武佐岳に登ります。昨日は海洋台に車中泊しました。今日は、天気も良くて暑い日になりそうです。こっちが本当の駐車場。はい、こっからスタートでございます。武佐岳小屋です。中はこんな感じ。ストーブもある。山頂まで3キロです。行きましょう。憩いの沢という。こちら。水場がね、あそこにある。水も出ております。はい、こっから山道らしくなってきた。こんな開けたら笹やぶ地帯。はい、4号目。そうだね。海洋台見えるか？はい。6号目。はい、7号目。だいぶ近づいてきたぞ。ああ、8合目だ。8号目でございます。はい、8
8号目、9号目でございまーす。はい。山頂もう少し見えてきてます。はい。ここで稜線ぶつかりました。ぶつかって、あともう山頂はすぐそこ。知床方面も見えてます。うわ、ここ最後虫が結構いる。はい、山頂です。はい、草岳山頂でございます。はい、山頂、はい、はい、到着。バシャン1006.6。1005.7m なんだ。こっちに山の感じが面白い。国後島もバッチリ見えてます。こういう360度見渡せますと。はい、ムサダケ山頂から、うん、帰るか、うん、よし、下山しよう。帰ろう。はい、はい、帰ろう。10時半。うん、さようなら。さようなら。帰ろう。あ、いいや、うん、この稜線歩きがわずかだけど、
見えたよ。すごい見えてた。だいぶ落ちてきた。もうこれ行くとあとは緩やかな5個目通過。はい、小屋でございます。はい、登山口でございます。はい、あれ何もない。いや違う。はい、こちらここからまあ15分ぐらい。はい、見えてきた。はい、ありがとうございます。戻ってきたぜ。はい、戻ってきたぜと。はい、はい、ちょっと車内で休憩。